の動画は林道ツーリングです。2号機 GT200R37F で出かけました、伊豆へ行きました。その第2回目最終回になります。目的はお花見と酒タイヤにさよならという2つです。まず酒タイヤの方なんですけれども、レバーをタイヤレバーですね、レバーを閉じ込めてしまったツーリスト、穴が開いてしまったんですけれども、新品だったので、1000キロなんとか走りたいと。で、その1000キロ走行の目標を達成できそうになりましたので、大好きな伊豆に出かけました。で、ハードな路面もいろいろ走りましてですね、徹底的にその酒タイヤは使い尽くして終わらせたと。まあ、まず第一の目的は達成。そして第二の方です。2年前にですね、平地、平地ではもうすでに桜が散ってしまった頃に偶然この伊豆の山に登ったんです。そしたらそこですっごく綺麗だったんですよ。その綺麗だった模様の過去動画をまずはどうぞ。二輪のオフロード車はやっぱり入りやすいんでしょうね。うわ、綺麗だな。うわ、桜の中に入り込んでる感じだ。ちょっとここはですね、すいませんが写真撮らせてもらいます。今ご覧いただいた通りとっても綺麗でしたよね。で、そこにもう一度行くんですけれども、途中でですね、いろいろありまして、なんとかかんとかですね、現地に到着することができました。さてさて、また同じようなですね、綺麗な景色を拝むことができるのでしょうか。それでは本編どうぞ。で、今どこにいるかというと、平塚パーキングです。平塚です。これから小田圧をずっと走って、そして伊豆に行こうと、少し楽しませてもらうと思います。1000キロ記念で。伊豆スカイラインの熱海峠の料金所まで来ましたね。順調です。順調、順調。はい。伊豆の林道と、それから、花見を楽しみましょう。富士山も綺麗に見えてます。奥に相模湾、あれは潰れちゃった黒岳ドライブイン、そしてこっち側に富士、ああ富士は桜の陰でちょっと見えにくいんだなーんて感じの、はい、展望台ですね。今ね、本日の初ツーリングで転倒しちゃいましたよ。足が荷物に引っかかりまして、でバイクをそのまま引きずり倒しちゃいました。左側に、恥ずかしい、見られちゃったよ人に。やっぱ柔軟性が落ちてるからダメだね。ほら証拠の跡があるでしょ、ちゃんとね。痛かったっすよ。どういうことこれ。今鳥居の林道の入り口に来ました。今日は富士山側は雲がないんですよね。だからすごく綺麗に見えてますね。今エアーツも見てみたら 0.5 ぐらいでした。 1.0 ぐらい入ってるかなと思ったら 0.5 でしたね。よくないな。また舗装路そんなスピード出してたらパンクしちゃうよ。ちょっと帰りはちゃんと入れます。また加圧します。で、鳥の林道走って、で、この辺ちょっとくるくる回って、で、それで体温まったら上池線に行って桜を見たいと思います。恒例ですからね。そんな感じで行きたいです。綺麗だな山が。山綺麗っすよ。なんかを巻き込んで、なんかを巻き込んでチェーンが外れました。なんか巻き込みましたね。例のやつ来ましたね。こういう風に巻き込んじゃうと、なんか引っ
張ってもなかなかもう取れないんですよね。一回引っ張ってみる？そうですね。一回引っ張ってみようかな。引っ張ってね、取れるものならいいんだけど。そうすると、これを外して、その、スプロケットを外すか、もしくは、これ外して、こっから引き出せるか、みたいな。そんな戦いになっていくんですよね。これ、この感覚だとちょっと、引き出せないんじゃないかな。無理っぽいので、多分、まあ、ケースカバーを外して、で、スプロケット外すことになると思います。で、この前買ってきた道具が役に立ちそうですね。びくともしませんね。というわけで、スプロケットを外します。はい。いやいやいや、困りましたね、この、チェーン外れ癖。いやー、役立ってますね。はい、この、車載工具。こんなにすぐに役立つと思わなかった。これ、ワイナリーのね、もうあそこで、右に折れたら、鳥居の林道の入り口の方に帰れるよっていうところなんですよ。いやいやいや。もうちょっとだったのにね。スプロケットを外すことさえもできませんでした。食い込みすぎちゃってて。恐ろしいことになってましたね。危ない危ない。ようやく取れましたよ。こいつで、ゴンゴンこう後ろからこう、テコで。で、それで絡まってる部分をこう横に外す感じで、やっと取れました。やっぱりシフトペダルも取らないと無理でしたね。いやいや。よかったよかった。なんとか走れそうですよ。結局ね、一番役に立ったのはこれでした。引っ叩きました。もうパン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 チェーン。で、なんとかたるみを作ってっていう感じでしたね。まあもちろんこれも役に立ちましたけどね。はい、ここまで戻しましたよ。あとはチェーンはめるだけですね。いやー、よかったよかった。はい、ようやく元に戻しました。ここからは、そう難所がないので、そう外れることもないとは思うんですけども。じゃあ出発しましょうかね。いやいや。修復完了したので、参りますか？参れるかどうかよくわからないけど。参れるか？本当に。あ、やべえ。リアシャスのカートリッジが、戻すの忘れた。はい、戻しました。よし。あ、ちょうど少しだけ暖気になったでしょう。あ、やべえ、あ、危ねえ。木に仕掛けたってこいつを。忘れていくところでしたよ。危なかった。ここに取りに帰らなきゃいけなくなる。おい、マジかよ。まあ、ここだったらいつでも取りに帰ってこれるけど、ダメだよね。さらにいい暖気になっちゃった。さて、じゃあ。うわ。あ、いけ。いけ。うわ。痛かった。いけ。ちょっと待ってね。いやー、今の気抜いたなぁ。おー、ここ急にね、開けるんだよね。よっしゃ。何すか、これ。え？おー、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 おー。めっちゃ食い込んでて取れません。何これ。ちょっと取らないと怖いな。取りますよ。絶対取るけど、ちょっと頑張ります。なんか妙な物音がすると思ったら、これが食い込んじゃった。これスイングアームの裏側まで行っちゃってますよ。どうやろう、これ。まずは、折るのかな、やっぱり。かな。頑張ろう。ダメです。取れません。これはスイングアームが陽動すると、この木はしなることになるので、まあ、スイングアームを陽動させて、この木が折れるっていうのを期待しましょうかね。でも、この折れた木がチェーンに挟まると、またチェーン外れます。まあ、いいや、もう。ね。それは。木がチェーンに挟まるぐらいなら。いやー。行きましょう、じゃあ。トイ中央線に来ました。ここにですね、私が大好きな桜のスポットがあるはずなんですよ。残ってればいいな。はい。行ってみましょうか。
その桜見ながらご飯食べたいと思います。あとね、景色がいいところなんで、どっちがいいかな。行きましょう。さっき恐ろしくパスのパスに来たのは、どうやらやっぱりガソリンですね。まあ、ガソリンタンク。ゴミがね、フィルターに絡まっちゃったみたいですね。だからそのタンクの錆取りを皆さんからね、まあそれやりなさいよって言われてるわけですよ、ずっとね。でそれをずっとそのままにしてるからこういうことになる。これところでなんでこんなに水流れてるの、なんかおかしくない、なんか嫌だな。水が流れてるってことは崩れるってことだよね、あれ。いやー、ショックだなー。まあ、もうちょっとだけ進んでみましょうか。ちょっとショックではあります。以前あった土のうがほとんど流れちゃってるね。ここだ、思い出した、ここだ。
うわぁ、次散ってる。間に合わなかった。間に合わなかった。めちゃめちゃ散ってる。あかんか。何日遅いこれ。いやぁ、ショック。二輪のオフロード車がやっぱり入りやすいでしょうね。うわ、綺麗だな。うわぁ、桜の中に入り込んでいく感じだ。ちょっとここはですね、すいませんが、写真撮らせてもらいます。葉桜になっちゃってますね。やられました。2年前には、5日ぐらい前に来て、でも、その時の方が暑かったんですよ。めちゃくちゃ暑い春で。で、今年は若干ね、暖冬だって言われてたんだけど、桜は平地は遅かったんですよ。今ね、平地で咲いてる桜もあるんですよ。だから、油断してたんだけど、全部散っちゃったね。まあ、全部じゃないんだけど。うわぁ、ここすごい山桜とソメイヨシノがすごいとこだったんだけどなぁ。あかん。無念ですね。ここよ、ここ、ここ。やっぱり同じく散ってましたわ。山もそれほどピンクのパッチワークじゃないもんね。うわ、なんか。また板を、はい、木を噛んだぞ、今。ちょっと今の区間は桜見ながら走れない、全く桜見ながら走れなかった。相当倒木あったね、これ立てかけたけど。なんかすごい整理されてる、綺麗に。この辺りなんかめちゃくちゃ崩れてたとこじゃなかったっけ。これ山があったところ。めっちゃ高い山があったところだよ、これ。ああ、散ってる。無念。かなり無念です。散ってますわ。ここもなんかすっごい泥沼の山があったとこ。ここもなんかすごい泥沼で。泥沼だった。泥沼は泥沼だった。
まで変わってなかったですが、ここだ、ここの泥沼だった。あれなんか随分水少ない。あの山越えてここに俺はまり込んだ記憶があるよな、確か。いやー、もっとピンクとか白のパッチワークなんですけどね。散ってる、かなり散ってる、半分ぐらいになってる。すっごい綺麗なんだけどな、ここ。あそこに富士山がちょこっとだけ見えてるから、それで許してあげよう。すっごい綺麗なんですけどね、本来は。まあさっきまでめちゃくちゃ曇ってたけど、はあ、青空になってくれたから、よしとしますか。ああ、こんな泥んこになってまで来たのにね。かわいそうに。でも朗報ですよ。あの木なくなった枝。取れた。さすがにね、あんだけ刺すが陽動したら、それは取れるでしょう。桜のパッチワークに囲まれながらね、百郎のおにぎりを食べて、伊右衛門飲みつつ最後にホットコーヒーという、こういうこう、企てだったんですけども。まあいいっすか。晴れてっからね。桜ももう完全に散り切ったわけじゃないからね。三分ぐらい残ってるから。よしとしますよ。ちょっと悲しいけどね。気温が高いから油断してたらすぐ湧いちゃいました。このくらいの気温までだったら、まあ、インスタントのホットコーヒーいけますね。なかなか美味しいですよ。はい、三分咲きの桜さん、乾杯。これ絶対三分咲きって言わないよね。七分散りって言うんだよね、これね、きっと。うん、そうだね。七分散りの桜だね。なんか儚いね。トイの港ですね。うん、で、こっちの山とかね。何が足りないのかなーってよーく見てみたんですけど、2年前にすげえ綺麗だなって思ったのは、やっぱりソメイヨシノのピンクがいっぱい入ってたからですね。ソメイヨシノのピンクがいっぱい入ってるともっと綺麗なんだな。山桜の白はね、結構あるんで、うん。こっちもね、あっちの斜面もね。ここもそうだったんですよ、こっちも。この斜面も。全部なんかこう、いろんな桜に囲まれてるような、そんな景色だったんですけど、今年はちょっと私の指導が遅かった。ま、仕方ないですね。さてでは、あのガードレール橋のところまで行きますかね。ガードレールが渡してある橋があるんですけど、二輪じゃとても行く気にならないんですけど、多分歩行者が行ってるんだと思うんですよ。そこまで行って引き返しましょう。いやー、久しぶりに来た、よかった。2年ぶりかな。これでまあ大体入ってるか。なんかちょっとその邪魔だな。なんか水がすげえいっぱい出てるな。ウォームジャンパー、ウォームジャケット。暑くなってきました。相当着てます。朝はね、あの、
伊豆スカずっと来てる時はめちゃくちゃいい判断だなと思ったんですけど、まあ、冬用のグローブで冷たかったですからね。うわぁ。すげえ、ガードレール落ちてるしさ。カンっていう音も嫌だよね。これあれしちゃうな。許してください。もう入ってるかな。マイクから拾わなきゃいいんだけどね。ガードレールが外されてる。でそこで使われてるんだったっけ。だよね、確か。そうだ。はい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 、来ましたよ、ほら。丸太とガードレールで、ね。あのね、ちょっとね、歩行して渡ってみたんですよ。そしたらね、それで緩いんですよ、結構。だから、諦めたんですよ。これね、バイクと一緒だと、さらに110キロ重いんで、めちゃめちゃたわむと思うんですよね。ものすごい。で、そこでたわんだら、ちょっと、たわんでこう、スパーっと真ん中がですね、真ん中がくぼんで、スパーっと落ちてったら、ちょっとなかなか上がってこれないですよ。こんな感じなんですね。で、落っこちると、まあ、この辺は垂直なんですよ。で、もうそっち側行っちゃうでしょ？あー、そっか。頭のネジが2、3本飛んでるエンデューロの人たちは、そこ行って、そこから上がりゃいいじゃんって言うかもしれないですね。ね、そこ行って、そのヒューム管みたいなところを越えて、で、そこで、その下の沢まで行って、で、ぐーって上がって、で、ここをヒルクライムすればいいじゃん。ガードレールもちょうどないしとかって。いいヒルクライム場所になるんじゃないとかって言いながら。行っちゃおうぜとかって言うのかもしれないですけど、私は言いませんよ。私はそんなことはできませんから。いや、向こう側にね、抜けてればいいんですけど、引き返しましょう。なんかめちゃくちゃ調子悪くなってきたんで、ちょっと都市川林道の奥を探索するのやめて、もう帰ります。帰らないとまずそうな気がする、これは。今、修善寺なんだよね。帰れるかな、これ。っていう感じです。なんか、バスバス、不正爆発するんですよ。で、さっき満タンにしたら、しなくなったんで、ガソリンタンクかなと思ったんだけど、今、何リッターいった？ 4 リッター。残り6リッターもあるのに、まだバスバスいってるから、ちょっと違うかもしれない。さっきまでの不調が嘘みたいですね。もう本当に。何なんだよ、これって感じですね。やっぱこうなると電気じゃないですね。ガソリン入れて、ガソリンタンクを引っかき回すと、調子が良くなる。何事もないっすよ。何事もなかったかのように。ひどかったんですよ、さっき。バス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 とかって。あ、電気じゃねえの、これっていうくらい。これとなると、やっぱりこれはあれだな、ガソリンタンクだな。箱根新道を下ってきて、もう7曲がり過ぎてます。ですから標高はかなりも低くなってますけど、真正面の山に結構パッチワーク的にソメイヨシノがあるの分かりますかね。この辺にもあるんですよ。これ登ってくるときに結構これで期待したんですよね。向こうの方が標高高いので、標高の問題だけじゃないんだな。風とか。ああ、こっちの方が遅いんだ。小田原市の方にもね、結構ポツンポツンね、桜ありましたからね。ほら。なんで遠いの山の中はあんなにもう散っちゃったんだろう。ちょっと次回から考え直さないとダメっすね。なんかもう麓の方でこんなにまだ桜残ってるのにな。なんでじゃろう。ねえ、下せない。
とめます。残念ながら終わってましたね。2年前はあの平地のソメイヨシノがほぼ散ってて、それでも山は大丈夫だったんですけれどもね、過去動画見ていただいた通り綺麗だったんですよ。で、あの行く途中 の、 あの伊豆市ですね、ここは伊豆の国市だったかな、この山、伊豆市近辺の山を見て、あ、まだパッチワーク残ってるなと思ってたんで期待が膨らんでたんですよね。で、あのチェーン外れたりとか吹いたりしながら、まあなんとかですね、この桜を楽しみに到着しましたが、はい、路面が花絨毯になっているだけで桜は散っちゃってましたね。あの桜の見頃を極めるって実は難しいんですね。2年前そうだったからといって今年そうだとは限らない。まあ風向きとかなんかいろいろきっとあるんでしょうね。ぜひ来年も桜の見頃にこの山に訪れたくなりました。ありがとうございました。